それじゃあ今日もね、みんなでバトルやっていきたいと思います。結構前からなんですけど、めっちゃいいコース多いですよね。コースの終わりにいいねとかダメとかあるじゃん。あれでね、いいねがね多いコースが出てきてると思うんですよね。多分そうやってなんかマリオメーカーのみんなでバトルのなんかコースの改善っていうのかなが行われてんじゃないかな。うーあぶね。いやここパックンマジ気をつけなきゃ危ないで。いやアイテム欲しいけど、最近ねライブ初めてマリオメーカーのライブをやったんですよ。めっちゃ楽しかったんですよね。まあ、見てくれた方、いや、ほんとありがとう。来た。うおめっちゃでかいの来ました。アイテム取ろう。ここで取っておく。いや、正解だね、キノピオ。絶対正解だ。落ちないかな、キノピオ。よし、オッケー。抜いた。抜いてやりましたよ。いや、当たった。待って。いやあのキノピオがね、落ちることを期待しましょう。え、ピンポンってな。ピンポンって。よし。で、こっちに来てくださいか。やっぱりゴールしたかな。うわ、危ねえ、これ。よし。で、ジャンプの、これか？多分ゴールかな。あー、多分待ってくれてるね。多分そうだと思います。よし。来たね。ポッピー。さて、これは、まあ、ルイージか。緑は遅れ！よーし。あ、早い早い早い。爆発するの早い。あ、もう一個か。もう一個ね。いや、僕なんでいつもね同じ色の土管に入るかって言ったらね、ちょっと分からなくなるんですよね、自分のキャラクターが。だから同じ色だったらまあ忘れないかなって思って。よし。うわ、キノピオ早いな。うわ、これ難しい。よし、これはどうしよう。ちょっと待って、ラグい、めっちゃラグい。ラグいのはやめて。いや、ラグい、ラグくて死にくい。いや、くっ、よし、来た。よし、キノピコといい勝負だな、これ。で、これはバーネに当たっていく。よし、キノピコ待って、なんで止まったんだ俺は今。よし、いける、いけるぞ、いけるぞ、いけるから。いや、よし、オッケー、よし、オッケー。で、ここもジャンプして渡っていく。で、これはヒップドロップかな。よし、いいよ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 、よし、勝てる。落ち着いていけば勝てる。ちょっとラグいのが しんどいけど、よし、走る走る。よし、土管に入ってゴールが待ち受けてました。はい、ここでゴールですね。いや、これ取られそうだな。ゴールしておきましょう。マスオさんいるじゃん。もうなんかね、めっちゃ可愛いよねこのステージ。なんか家見になってるね。いや、投げて。いや、そっち、やっぱそっちに投げるよね。それじゃあ土管に入ろうか。この家の中に入りましょう。サンタさんになった気分で。いや、これなんか最近したようなステージですよね。え、これライブで、これライブで出なかった、このステージ。なんか出た気がするんだよね。なんか見たことあるよねこれ。いや、絶対見たことある。じゃあやられんなよ。フェアリーランド1リメイド。え、フェアリーランドって、フェアリーテイ。さて、フェアリーランドか。なんか楽しそうなコース名だね。それじゃあ早速やっていきますか。よし、壁キック、けこの透明土管に入っていく。ちょっと差があるからアイテム取っていこうか。よし、次はこれは踏めない。マジかよ、そこで踏めるのか。いや、いいよいいよ、よかった、アイテム取ってって。それじゃあ中間ポイント取っていきますか。よし、でジャンプで、これはうわ、こういう感じか。よし、いける、 OK。 やっぱね、アイテムが取っておいたらめっちゃ安心だよね。早く行ってもいい感じ。よし、 OK。これは入っていこうか。まだ後ろ誰も来てないね。結構差がついてるね。あ、どうしよう、これ取っていく、一回、うん、取っていこうか。何があるからわからないからね。いや、もう来たね、早い、めっちゃ早いな。結構早く追いついてきてるんじゃないかな。よし、このまま走ってゴールを目指しましょう。あるかな、ゴール。もうそろそろあってもいいと思うんだけど。いや、早いなキノピオ。よし、オッケー。
結構焦ってるね、あのキノピオね、絶対焦ってるあれ。あ、いや待って、よし、ハテナになりました確かにハテナになってる。あ、一の一じゃん、伸びた、一の一来たぞ。全然一の一じゃないしさてこれは下から行くのが正解か、赤の土管から行くのが正解か、どっちかだよね。いや、やっぱそっち行くか。いや、僕もそっちだと思いました。実はそっちだと思ったんです、はいよし、ここか、オッケー。で、次はあれ、なんだこれ、うわ、こっから1の1、そういう感じ。それじゃあ4つ目の土管に入っていこうか。ここでしょ、次は、あ、こんな感じで。っていうことは多分あのキノピコもうね、勝ち確なんじゃない。多分そこで待ってるでしょ。あ、やっぱりか。あれ、ゴールがない。え、この下か、この下なのか。いやー、やっぱそうじゃん。ハゲ卵ハテナになりました。ハゲ卵とかハテナになりましたとか、みんなネーミングセンス良すぎじゃない。ちょっと笑わせてくんだけどさて、頂上決戦やってまいりました。これがラストバトルにしたいと思います。頂上取ってみせますよ。ちょっと待って、ハテナやない。あれ取らないけんの、もしかして。いや、取らないでいきますよ。よし、俺は取らないでいきたいと思います。で、ここでジャンプ、オッケー。取らん方がいいよね、きっと。取る時間がもったいないもんね。で、これはこっちか。よし、連打だ。よし、連打じゃこっちの勝ちだぜ。いや、ちょっと待って。よし、いいよ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 。で、走って渡れないのだった。それじゃあこれで最後にしようかな。っていうことで、このなんか難しそうなステージだけど、このボムがどうこう言ってたよね。これでどうすればいいんだろう。このボムが、あ、上かな、これ。上っぽいね。あ、そっちに行くんだ。で、今度は、あ、キノコが手に入れて、このオンオフでボムを渡らせろみたいな感じかな。あ、なるほどね。こういう感じで連れていけばいいのかな。みんな任して。あ、もうみんな任せて、完全にルイージ任せたっていう感じになってるよね、これ。みんなの期待に応えますよ。はい、で、ここで、よし、いけ、来た、来ました、マリオ、避けてくれ。いや、これさ、もう一番くれてもよくない。もうあいつ貢献したよねみたいなあいつめっちゃ貢献したよねみたいな。え、なにこれ、え、なんだこれ。あら、あ、なるほど、左にね、ボムをやればいいのね。よし、オッケー、マリオ行こうね。ここで、ここかな、違うのかな。うわ、戻った。いや違う、こっちじゃないな。え、どうすればいいんだ。なるほど、多分ここでね、ピンを踏んでくると思うんですよね。ね、ピン踏んだらゴールなのかな、これ。どうなんだろうね。ちょっともう僕行きます、それだったら。いや、もう踏むよ、もうちゃんと踏みます、僕。いや、ちょっと待って、せめて変えてよし、間に合うかな、これ。間に合わないかな、どうなんだろう。あ、間に合うね、これ。いけるいける。よし、もうみんなしないなら僕やります。そしてこれは、あ、ゴールじゃんやっと、やっぱいいことしたらなんかいいことあるね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。